新伊丹駅は兵庫県伊丹市梅の木2丁目にある阪急電鉄伊丹線の駅。駅番号は HK-19。当初は開設が予定されていなかったが、伊丹市内で住宅ブームが巻き起こり阪急も新伊丹住宅の売り出しを開始したため、これに合わせて駅が新設された。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、 停留所に分類される。駅舎、改札口は各ホームごとに駅の北端にある。改札内で各ホーム間を連絡する個線橋などは設置されていないため、反対側のホームへは駅舎に隣接する改札外の踏切を経由することになる。なお、1980年代半ばまでは構内踏切が設置されていたが、阪急電鉄の方針により、 乗客用の校内踏切は撤去された。このため誤って入場した場合は、駅員に申し出て出場することになるが、塚口方面域の改札口は無人化されているため、改札付近にあるインターホンで駅員を呼び出す、必要がある。かつて駅の南側には渡り線が設置されていたが、阪神、淡路大震災で、伊丹駅が被災した時の復旧作業中に当駅が、 終着駅となっていた間に使用されていただけで、後に完全に撤去されている。トイレや待合室は、塚口方面行きのホームに設置されている。また、伊丹行きのホームの南半分には、屋根が設置されていない。このほか,かつては、伊丹行きホームの改札口前に、売店のラガールショップがあったが、隣の稲野駅と同時期に撤退しており、 売店の跡地には清涼飲料水の自動販売機と証明写真撮影機が設置されている。2016年にはコンビニのセブンイレブンが塚口駅ホームの改札口前に出店した。実際には校内に乗り場、番号表記はないがスマートフォン向けアプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、伊丹方面が1号線、塚口方面が2号線と表示されている。 2017年時の1日平均乗降人員は6,706人である。伊丹市統計所によると、近年の当駅における1日の乗降人員は以下の通り。駅の西口には公園、ローズレー梅の木を併設したロータリーがあり、道路が放射状に伸びている。西に徒歩7分ほどのところには、世界的に有名なバラの品種を数多く作出しているな。 セリーの伊丹ローズガーデンがあったが、2013年に大阪府豊野郡の成町へ移転している。また、南隣の稲野駅との間で、山陽新幹線の高架橋と交差する。伊丹市営バスの以下の系統の便は発着しているが、運行されるのは平日朝の数本のみである。このほか、当駅の西にある古号橋線には、伊丹市営バスの四行前停留所が、東にある。 産業道路には、伊丹市営バスと、阪急バスの南本町4丁目停留所が、徒歩数分の距離にあり、運行本数も、圧倒的に多い。ありがとうございます。